皆さんこんにちは、前波龍樹です。今日は友人から7日間ブックカバーチャレンジのバトンをいただきまして、この動画を撮ってみることにしました。7日間ブックカバーチャレンジとは、読書文化の普及に貢献するためのチャレンジで、7日間1日1冊自分の好きな本を投稿していくというものだそうです。本当は Facebook とかでやるものだと思うんですけど、最近 YouTube を始めたので YouTube で発信していきたいと思います。それでは早速ですが、僕の人生に影響を与えてくれた7冊の本を紹介していきたいと思います。最初の1冊目はデール・カーネギーさんの人を動かすという本です。これは僕が人生で初めて読んだ本です。大学3年生になって初めて1冊の本を最後まで読むことができるようになりました。それまでは本を読むことが退屈で退屈でしょうがなかったんですけど、この本はなぜか自然と引き込まれていくものがあって、楽しみながら読むことができたことを覚えています。内容としてはですね、人と人といい関係を築いていくためにはどうしたらいいかということがたくさんの例をもとに書かれていて、当時人見知りを何とかしたいと思っていた僕にとってはとても参考になる本でした。2番目の本はですね、富山茂彦さんの文章を書く心という本です。ちなみにこの本は人生で2冊目に読んだ本になります。この本はですね、高校の時3年間同じ担任の先生だったんですけど、その先生から卒業する前にもらった本です。この本をもらってから何年間は僕本読みたくなかったので全然読んでなかったんですけど、さっきの、人を動かすを読んで本の面白さを知った僕はちょっと読んでみようかなという気になって、この本を読んでみることにしました。この本にはですね、文章のテクニックというよりは文章を書く時の心構えみたいなことが書かれていて、読み手にとって分かりやすく受け取りやすい文章を書きたい方におすすめの一冊です。この本自体もですね、分かりやすく書かれているのでサクッと読める一冊になっています。3冊目はですね、ちょっと今手元にないんですけど、スティーブ・ジョブズ脅威のプレゼンという本です。自分が大学生の頃は英語を専攻していたので、英語のプレゼンコンテストに出場したりだとか、栄のアップルストアでアプリを紹介するイベントに参加したり、プレゼンについてですね、結構研究をしていました。そんな中で読んだ本がこの本です。皆さん、スティーブ・ジョブズのプレゼンって見たことある方が多いと思うんですけど、そのプレゼンがどうやって作られているのかという種明かし的なものが書かれています。人を引きつける分かりやすいプレゼンの概念を知りたい方におすすめの一冊です。次に紹介するのは重松清さんのトンビという本です。これも Kindle で読んだので実物はないんですけども、7冊の中で唯一の小説になります。僕は普段ビジネス書ばかり読んでいて、小説はあまり読まないんですけども、大学の時にインドに1ヶ月旅行に行ったことがあって、その時にたまには小説でも読んでみようかなと思ってこの本を読んでみることにしました。旅行中にですね、40時間ぐらい列車に乗って移動する機会があったんですけども、その時にこの本を読んでですね、もうね、心がですね、揺さぶられまくりました。なんというかですね、ページを一枚一枚めくるのにでもですね、すごくドキドキするんですよ。ストーリーについては割愛しますが、本ってこんなに人の感情を揺さぶるんだということを身をもって知れた体験になって、僕にとってはすごく衝撃的な一冊でした。次に紹介するのは、すいません、こちらも実物が今ないんですけども、幸せを作る仕事という本です。この本もですね、山川咲さんの自伝みたいな本なんですけども、すごく心を揺さぶられる本でした。最初は友達が紹介してくれてこの本を読んだんですけども、山川咲さんの等身大の気持ちや葛藤や希望などが描かれていて、とても引き込まれていくものがありました。人生に迷った時に読みたい勇気をくれる一冊だと思います。次にご紹介するのは長谷部誠さんの心を整えるという本です。この本はですね、サッカーの日本代表のキャプテンを務めた長谷部誠さんの本です。この本の前書きにはですね、これといった長所もなくてエリートでもない僕がここまで生き残ってこれたのは、心を整えることを大切にしてきたからだと書かれています。この本にはですね、心を整えるための実践的な方法が書かれているので、今日からでも明日からでも日常に取り入れることができます。最後にご紹介するのは稲盛和夫さんの生き方という本です。この本はですね、僕にとってバイブル的な一冊です。皆さんご存知だと思いますが、稲盛和夫さんは京セラや KDDI の創業者で、
日本航空 JAL の再建を果たした実業家です。この本の他にも心とか京セラフィロソフィーとかいろいろあるんですけども、書かれているテーマは大体同じようなことで、人としてどうやって生きていくかという基本原則が書かれています。僕にとってこの本は人生で何度も読み返したい本で、長距離でドライブするときにはこの本のオーディブルを聞きながら運転をしています。ここまで7冊紹介をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。7冊紹介をしてみてですね、僕の興味や関心はやっぱり心というものにあるんだなということを改めて感じました。他にも好きな本はたくさんあるので、7冊に絞るのはちょっと難しかったですけど、こうやって振り返ってみるとその本を読んだ時の思い出が蘇ってきて面白かったです。今の時期コロナの影響で自宅にいる時間が増えている方も多いと思うので、もし気になった本が1冊でもあればぜひ読んでみてください。そしてもしよければ感想なども聞かせていただけると嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。奈良ちゃん、バトンどうもありがとうね。